F-4EJ 回復へと大きい墜落事故は1999年8月15日に発生した航空機墜落事故。なお、事故発生時8月14日に発生した黒倉川水難事故が大きな話題となっており、全国版新聞紙面における当事故の扱いは小さい。当事故を皮切りに翌年7月まで航空機の墜落による 死亡事故が5件連続発生したことを契機に、航空自衛隊安全の日が制定された。第5航空団、第301飛行隊の F-4EJ、海戦闘機が、自衛隊法第84条に基づく、大量空侵犯措置任務の途上、墜落し、2名が殉職した。当初、光鳴りによるものと考えられていたが、その後の調査により、 高高度飛行によるエンジン停止が原因と判明した。ニュータバル基地第5航空団第301飛行隊の F-4EJ 海戦闘機2機は東シナ海上を飛行する日が不明機に対する対領空侵犯措置のため8月15日午前4時40分ごろ緊急発進した。事故機には A1 等空位と B2 等空位が登場していた。A1 等空位は 飛行時間が2000時間を超える中堅パイロットであった。午前5時10分ごろ、スクランブル対象機をレーダーで捕捉した直後、通信が途絶え、墜落した。なお対象機は、その後変身し、領空侵犯には至っていない。行方不明から約3ヶ月後となった11月17日には、行方不明地点の海底から、行方不明機の主翼の一部が回収されている。 さらに、機体の一部回収から半月ほどが経った12月3日、同等日の機体回収作業中に、遺骨の一部を発見した。この遺骨は、後の DNA 型鑑定で、A1 等空位のものと判明した。当日は、悪天候により落雷が確認されていたため、事故発生直後には、光鳴りによる墜落と考えられた。しかしその後の調査で、 気流が乱れた高高度の空域を航行していたことにより空気の供給が不十分になりエンジンが停止、墜落に至ったとの見解が示された。ありがとうございます。